白米亀放題は、台湾キールン市中山区高下路37巷股にある、放題。キールン港を防御するために、高校の左岸側の高台に設置された、沿岸要塞である。日本国陸軍省の公文書では、白米亀放題、1921年から28年に、陸地測量部が制作した2万5000分の一地図には、白米放題と記されている。 この放題の日本統治記の読み方は、この記事の白米画面の読み方についてを参照。統治は、キールン指定古籍に登録されており、地上部分は見学者に無料開放されている。4月から11月の第4土曜日9時から12時には、キールン市文化局による現地案内が行われている。すぐ東隣に一万人島放題跡が、西隣には、 台湾電力共和火力発電所ある。1945年に米国陸軍が作成したキールンの地図この地に砦を最初に築いたのは17世紀に台湾島を占領していたスペインやオランダだとされている。光か小砲台やニラン城などと呼ばれていたようだ。新朝時代末期の清志仏戦争時には沿岸砲を設置するための砲台として使われ始めた。 現在見られる遺構は、1900年に、大日本帝国陸軍が、日露戦争に備えるために、キールーン要塞として整備したものである。主装備として、真北方向に一列に並んだ砲座に、射程約8,800メートルの暗式8インチカノン砲が4門、砲台地下に、弾薬こと、戦時指揮書、西側の高台に観測所と指揮書、東側の高台に観測所などがあった。 現在、カノン法は撤去され、砲台のコンクリート構造物の一部が残る。白米亀の日本語読みが記された文献は発見できなかったが、標準的な音読の場合は、白米王枠米ベ1945年の米軍作成の美軍改正台湾上司地図によれば、白米が王と推測される。ありがとうございます。